台湾プラスチック第六ナフサプラント管理センターウリン町下の駅年病院麦寮郷は台湾ウリン県の里。麦寮郷はウリン県の北西部に位置し、北は濁水系を隔てて消火県大状況と、南は新古美系を隔てて第2四号、東勢号及び宝忠田田里と、東は論世里と接し、西は台湾海峡に面している。 沿岸部は大陸方が広がり海洋資源が豊富で、あり漁業発展に有利な環境となっている。麦漁協は、漢人入植以前は和休みや美俗難者及び猫児肝者の活動範囲であった。漢人による台湾開発が着手されると、当初は海放港に開発の重点が置かれ、後期年間には沿岸貿易の拠点の一つとして発展した。海方港は、 台湾府市の中では、解剖校と記録されている。1730年、陳、蝶、一世の人々が、麦漁への入植を開始した。1732年には、島内貿易の拠点として栄え、また、公安の推進が深かったことから避難校としての地位も獲得し、この時期には、焦点の発達が見られる。県流年間末から、下京初年にかければ、 先週人により、京都、砂論語、瀬良、雷、元などの地が開拓されていった。県立中期に、稼働改修により、新古美景が開削された際、洪水により開放港は、壊滅的な被害を受け、それ以降商業の中心は、北西部に位置した麦漁へと移った。当時の麦漁は新古美景が位置しが設けられたため、大陸からの貿易船が集まり、 また当時この一帯は、大麦と小麦を産出し、その集積地としても利用されたことから、麦子と称されるようになった。その五河川の堆積物で、港が塞がれると、麦子は、麦漁地域全体を表す地名として用いられ、麦がいい、麦漁と改められ現在に至っている。1887年、台湾省が設置されると同時に、ウリン県が設けられると、麦漁は、 台湾省台湾風林県解放候補及び、布所西保教科、省に帰属した。当時の解放補は、現在の第2志号全域、東勢号東勢、ニュプ頭、下元、両、麦両教の教科を除く全域を包括していた。1888年には解放候補が、港の文字を省略し、解放補と称されるようになった。 日本統治時代の1909年10月、台湾の地方制度改革が実施され、台湾に12町が設置されると、麦漁は強化、省が海洋市町にしら市長論瀬区、それ以外は海洋市町にしら市長麦区と改変された。麦区の区役場は海放保麦省に設置され、海放保内の麦省、砂論語省、京都省、雷省、瀬省、元省を管轄した。 1920年の地方制度改革では、行政区域が5州2町とされ、町を州に、市町を軍師に改編する大規模なものであり、麦は、麦領と平易な文字に改められ、台南州小ビ軍論世相麦領と解消された。1945年に、台湾が終戦を迎えると、台南州を台南県と解消すると同時に、軍を食え、町省合鎮への変更が行われ、 台南県コビクロンセサトムギリと解消し、同時に南村と北村に分割された。当時のムギリは、里の中心から 10km 以上離れているため、独自の里として分離する運動が高まり、1946年にロンセサトから分離して、ムギリョ橋が成立した。1950年にブリン県が新設されると、旧台南県に属していたと6、コビ。 北高の三区がウリン県に移管され、麦漁協もウリン県貴族となり、現在に至っている。ウリン県麦漁合麦漁国民小学、要文庫、要エアングー。ありがとうございます。